どうもこんにちは、プロボーラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日は前回ね、もう大絶賛でございましたハイロードパンチを比較、何かいいのはないかなと思ったらね、ロッカーに眠ってました、忘れてました。ウルバリンダークモス持ってました、走るボールで。ちょっと数値は違うんですけど、僕の後半のディープインサイド入った時の守り神、ディープインサイド投げることが僕のタイプだったら年に2回ぐらいしかないんですよ。ですので、あのことをもう、あの存在を忘れかけてましたけど、これAボールなんで、今日はこの、対象コアのいわゆる走る後半戦用のボール、ストローカーに対するね、後半戦用のボールとして持っている2球の投げ比べをしてみたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。それではご覧ください、どうぞ。はい、それでは行きます。またね、2フレ交代ずつで投げてみたいと思います。まずは前回レビューさせていただきまして、もうストライクか天秤かどっちかやったっていうハイロードパンチでございます。いきますよ。これね、こうやってビュー、はい、あのね、端のピンが勝手に絡むんだわこれマジで、この前まあちょっと営業トークっぽくなってましたけど、マジで、あのスピードのない人勝手進むよ、進むし、僕は止まるレイアウトしてるからですけど、ちゃんと止まって向いてくる。なんかね、今までのハイロードよりも収まらないかな、ええ意味でね、来る、ちゃんと。ほら、ちょっと打ちミス、流し込みみたいになっても全然10本のピンが綺麗に絡む。はい、で、まあ、同じようなレイアウトですけど、前から持ってますけど、さっきも言った通り存在は覚えてるんですけど、出番が少なくてあんまり投げてないウルバリンダークモス。これだからね、開けたのは古いんですけど、多分ね、使用頻度としては全然投げてないよ。同じところ辺でやってみます。どう、同じところ狙った。おー、ちょっとこっちの方がおとなしいかな、今の感じ。息っぷりは正直ウルバリンの方がいい気がするな。ウルバリンダークモスは S70 っていう数値なので、かなり下の数値になってると思います。この S なんたらシリーズっていう数字がね、あと下見るって言ったら60台ぐらいしか見たことがないんで、 S70 っていうのはかなり下の部類になると思います。よし、今だいたいね、ハイロードパンチとウルバリンダークモスを同じとこに立って投げましたので、まあ、軌道の比較としてはちょっとウルバリンの方が、まあ、収まるというか、おとなしいというか、動きが少ないというか、そんな感じに思うかな。もう一回投げてみる、もっと出してみたい。うわー、出過ぎた、うん、ちょっと先が滑ってる感があるかな。まあ、なんか昔のハイロードと比べたらこういう感じなんちゃうかなとかいう気がするんですけど、いかんせん僕がね、ハイロードっていうのを投げたのがないので、ほとんど。またハイロード初代の全盛期には僕は違うメーカーのボール契約やったんで、見てただけなんでね。はい、OK。 さあ、2回投げました。じゃあ次またハイロードパンチに戻しましょう。ウルバリンダークモスはね、もう残念ながらどっかの店頭に残ってるしか買うことはできないはずなんですけど、まあ、ダークモスを持ってて絶賛してた方はね、違うメーカーにはなりますが、ハイロードパンチは購入の検討要因になるんじゃないかなという思いから
この動画を撮っております。これね、ちょっと中から行ったけど、最後の人動きがやっぱ強いんかな、こっちの方が。まあ、ちょっとね、僕肉眼だけで今見て編集してないので、まあ、見た目のコメントしかできないんですけど、やっぱりハイロードの方が、まあ、やっぱりね、このボール発売してから1年2年経ってるんで、時代の進化ですかね。どちらのメーカーも、基本AI コアが搭載されているメーカーなんで、あえて喋れるんですけど、発売元は日本では違うんでね、あまり偏ったコメントをするのは良くないとは思うんですけど、 AI コアの入っているボールがやっぱりピンアクションが上がっていると率直に思いますんでね。アメリカ行ったらね、どちらも同じプロが使えたりするんですけど、これね、ああやってちょっと出すぎて戻りすぎて集めでも倒れてくれるし、中に入ってるね、あのゴルフボールみたいなこういう形のやつがピンアクションアップの秘訣らしいんですけどね。で、軽量ボールでも数値が重いボールと近くできるようになったっていうのもありますから、ハイロードでいうと、そうなんですね、14、15、16って数値が一緒なんですよね、コアの数値がね。13からはちょっと比重が変わりますので、若干の違いは出ますけども、そうなんです、16投げてる人と14投げてる人がコアの数値が一緒なんですよ。ボールの重みだけの差は出ますけど、コアに対するピンアクションの差は出ない。はい、ということで、ウルバリンダークモス、ちょっと右寄ります。こっちの方が先が向いてきてないので、ちょっと閉じます。ちょっと閉じました。どう？やっぱり先がちょっとね、こっちの方が足りてないので、今みたいに閉じ気味で投げたらむちゃくちゃ強いピン当たりしましたけど、やっぱりちょっとその奥のね、動き方は似たようなレイアウトをさせていただきましたが、経年劣化はないと思うんですけども、やっぱりウルバリンの方がより僕はオイル枯れた時でないと使いにくいかな。もう一回戻ってみるね。もう一回ハイロードと同じとこ立ってみるね。で、これで10ピントアップしたらもう答えはその通りなんで、こう出してうーっとかった、滑っちゃった。走りっぷりが全然違うかも。ハイロードは R2S ディープパール、ウルバリンダークモスは S70 パールということで、 S70 はかなりいきます。まあ、でも閉じたらね、やっぱりさっき あの7フレのあのストライクが綺麗に感じすぎて、いい雰囲気ですね。取れる？よっしゃ。さあ、8フレまで2回ずつを2セット投げましたので、9フレ、10フレはこのボールはこうだなっていうのをいつもやらせてもらってるんですけど、まずストライクが少なかったんで、ダークモスでストライクを狙ってみましょう。はい、ということで右足のつま先が14枚目、ただ10ボードをちょっと絞り気味で投げたい。絞り気味で投げた。はい、そう、これがダークモスなら今のラインを投げてる方がやっぱピン当たりが強い。ちょっとこう直線的に、距離を最短距離で投げる方がいいかな。はい、じゃあ10フレはハイロードですけど、今のところ投げたらおそらく刺さるんで、ちょっとやってみましょうか。もう200アップしたので、今のラインを、フルバリンのラインをハイロードも投げてみる。多分真ん中割れてもおかしくない。あ、ちょっと出ちゃったちょっと出ちゃいましたちょっと出ちゃいましたけど、うまいこと滑ってボケとなりました。ラッキー。
ということで、まあ、閉じても使えたので、まあウルバリン投げててちょっとボール傷んできたなっていう方はやっぱハイロードにシフトチェンジするのは大いにありかもっていうのが今の失投から気づけましたね。はい、じゃあね、本来こっちがいいよっていうところですので、3枚左寄ります。ハイロードパンチは17枚目に右足のつま先を持ってきて、同じく展望度ぐらい目がけるので3枚左から展望度狙うから大きく出ます。大きく出ます、こうね、はい、はい、こっちの方が本来やりたかったところでしたけども、こっちの方がストライクにならんっていうちょっと恥ずかしい内容です。はい、じゃあ最後ねスペアして終わりたいと思います。これね、前回もやってないけど、あのいつもの一歩投げゆっくり投球でクイーンってするのはどうだっていうのやってないので、ミスってもいいから一歩投げやってみます。こんな感じになります。走るね、走るし切れない。はい、ということで2球投げても233も出ました。よかったよかった、頑張りました。ということで、走る系のボール2つ、僕は今武器が2つ増えましたので、このハイロードちょっとこの前行ったね東京のトーナメント持ってたらよかったんちゃうかなってちょっと思っちゃうぐらいもったいなかった、ね、もっと早く発売してほしかったで、そっち率直な気持ちです。まあ、でもこれからトーナメント入りますので、絶対このボールはね一番後半戦のラインナップとして球に入っていると思いますので、見かけた方はお、あいつあれ投げとるなって思っていただければ嬉しいです。応援よろしくお願いします。はい、ということで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。